おはようございます。続きましてこちらの3年生と4年生の課題をね書いていこうと思います。来年の東京五輪統治はなんかこういう話題が続くようですね。毎回ねこのお手本を多分考えてる協会の方も大変だと思うんですけどね。そう、もうすぐですね東京オリンピックね。はい、ちょっと拡大していきます。このくらいでいいかな。そう、1、2年生の方でもお話ししたんですけど、あ、これまさにそうですね、来年のなんていうこの来っていう字のこう左払いとかこういうのっていうのは鉛筆がこう枠を超えてこう動くわけですよ。そうしてこういう風に来るわけですよ。だからこの枠の中で止まってないってことですね。だからここです。ここのねお手本はなるべく近くに置いた方がいいんですけど、本当にここの線の上にも乗っけちゃうとぶつかるんですよこれ。だから私もここ何ミリかいつもこういう風にずらしてます。でその辺とかもぶつからないようにやるっていうところですよね。この四角の中でも大きく動きたいので、まずギュッと一画目上に反り上げるような感じです。こことここで関数字の2を作るようにします。ただ真ん中にトントンっていうのが入ってるのでそこを間違えないように1画目がギュッと上がって、2画目こちら立てます。これ立ててここには隙間が空きますよね。ここね左右ってあるものに関しては左が下からで右が上からですよね。こういうような関係性になって、で先ほどの2のこれですね、こちら側にギュッと反るような、こちら今ちょっと中心線ずれましたけど、なるべく真ん中でね書いてください。まあ、ただちょっと左にずれる分には問題ないです。なぜかっていうと右払いってちょっと場所取るじゃないですか。毛筆なんかだと特にですけど、こういう風にほらなったりするので、私ちょっとこれ左にずれちゃってるんですよほらね。だけど帳尻は合ってるかなみたいな感じです。でここのこのライン持ってこれる、こういうラインでひし形のような、なんかちょっと下こういう風になりたいので、そこですね、この左の払いをこう下に持ってこないようにしましょう。これかっこ悪くなっちゃうの。横に持っていくようにして長さをなるべく短くします。でこの左払いがうまくいったらその左払いの高さに合わせて右払いを作るっていう風にして、一番長いのは常にここであるっていうところは変わんないようにしたいですね。次、年。年は、ここにね3が見えると思います。3のように書くといいですね。ギュッと上がる線2、3、4ってこういう風にギューッとで最後貫く線を書くときには、ここの付け根というかこの部分起筆しっかりしておいて、縦はどっしり太くこういう風に、で最後ちょっと抜くようにした方がいいかな。今私ここの枠の線にこう乗っかっちゃいましたけど、なるべく乗っからない方がいいです。ギリギリのところまで持ってきて、こういうちょっと縦長に近い線字っていうのは、ね、ちょっと難しいですよね。マスの時って難しいんですけど、の、東京、あ、そうそう、東京っていうこれもねライと同じでちょっと書きにくさはありますけど、ギュッと上がる線にしといて、この部分は怖がって小さくならないでください。か頭が小さすぎるとねなんかちょっと変なんですよ。でここはしっかりさっきと一緒です。縦のこのラインしっかり持ってきて、ここも一番下ギリギリまで来てください。そしてここを半分にこうやってスパンって割るような感じで持ってきたいんですけど、しっかりここ入れて、ここの、ね、内側に入れてからこう持ってきて横へ抜く、横へ横へ、こういう動きです。でこのまんまここに戻ってきてストーンって下ろして、ここと高さを合わせておいて抜いていくみたいな、そういう動きになるので結構大きいでしょ。こういう風に外回り外回りこういう風にしてます。だからここにこうやってぶつかっちゃうとそれがなんかうまくいかないんですよ。ここにこうぶつかりそうで、
はい、でここ中心線のっけておいて、ここは長い線です。ギューって、これの線と違うのが分かりますよね。この線はほらギュッて上がる線、こちらの線はギューって長い線。東京って難しいですよね。宛名を書くときも筆ペンとかすごく難しい。でみんなここの足の、足って言わないけど小の下のね、この小の部分ですけど、これね長くしたがるんですけど、これ短くていいですよ。長い短いって言うとなんかほら言葉で言うとね人それぞれだからあれちょっと分かんないですけど、比率で言ったらなんかもうこの辺が1対1ぐらいな感じで、上と下となんか同じぐらいの感じですね。点そう5です。ここにも漢数字の3のようなこういう線のね違いがあります。ギュッと上がる線、真ん中でいいですよ。ここ真ん中から斜めにこういきます。斜めね、ここが斜めにしておいて、次平坦な感じで下に下ろしてください。ちょっと短めにするのがポイントです。なぜかというと次こういう風にギューって締めたいので、ちょっと長いとここ出っ張っちゃうのでそこは出ないようにしましょう。そしてリン、この今回各学年、あ、各学年じゃないか、1、2年、3、4年だけかな、カタカナが結構入ってるんですよ。五輪トーチはですね、リン、リはこういう狭い部分、あの縦長の字なんですけど、マスの中に入れようと思った時には少しこういう風に、あの外側にこのラインを持ってくると、あのここからこの流れが綺麗になりますね。でその時にあんまり、今ちょっと私長かったかな、ここが中心の線よりも、あ、ギリギリですね、中心の線よりも出ない方が綺麗に見えるのでそこを注意してください。で運は中心線からここ斜めラインで、ここですね、ここ最後だけ違う道に行くような、ちょっとずれているような感じにしておいて、大きくこう、大きくっていうのはあの下のラインを揃えておいて、ここに開きを大きくっていう意味です。あの長さの大きくじゃなくてね、開きが大きいってことですね。そうだからあまり言葉だけで捉えようとすると間違いが起きるので、ちゃんと見てください。見てあの大きいってどういう風にかなって、そういうところをちゃんとあの感じてほしいですね。はい、トーチはトってね、中心に乗っかっちゃうんですよ、カタカナ。あの細い字です。太れない字っていうかな、これあの格好としてはあんまりかっこいい字じゃないので、あの、ね、難しいですけど、ね、だから大きく書くのはあの、あんまりですね。で、地です。地はこれ中心から横に、あの横に払うような、縦にあんまり払わないで横に行く。で、こうこれも、あんまり頑張りすぎなくてもいいですね。カタカナはね、あんまり書かないせいもあって結構難しく感じるかな。ただ、起筆なんかに関しては漢字と同様にしっかりめに入れて大丈夫なので、その辺は直線的で楽っちゃ楽ですけど、あの中心の取り方がちょっと違ったりするから、その部分だけ気をつけましょうか。で桜、花形です。桜、横がこうグッとあの反るような線質で長いのが差の特徴ですね。で真ん中貫きながらちょっと最後くねっとします。ここくねっとさせるのがポイントですかね。あ、それと跳ね方、この跳ねるのもあの頑張って跳ねるのではなく、ただ方向を指し示してるぐらいな意味で、横に行きます。横、それを受けながらこう持ってくるようなお皿のような感じですけど、ちょっと中心との関係よく見てください。こう中心で切れた方が綺麗です。あんまり長いのも良くないので。そうで、これはあのこの字っていうのは逆三角形になると綺麗ですから、第1画目が長くなければいけませんよね。で1画目よりもこれ
1、2、3画目のこれが飛び出したら三角形が崩れるので、そこも注意してください。で、はい、1、2年生でも言いました、句の書き方結構ね、こことここの関係がうまくいってない子がたくさんいますけど、意外とこちらをしっかりこう曲がった後ですよね、ギュッてこっちをギュッて持ってくる。はい、ラです。ラもね、意外とね、あのまだまだできてない子多いですね。ラは上ギリギリから来ていいので、降りてきて膨らんでこうです。間違った書き方、こうして上からこういう風にいっちゃう、これは絶対つながりが見えないですよね。こういう動きは絶対ないので、上から必ず降りてきてください。その部分はこれ絶対ですね。多分来月か再来月あたりに皇室の方も昇級試験が入ると思いますけど、そのあたりはもう基本としてやってもらいたいとこです。で、花形ですというこの漢字の花という字ですけど、草冠も、ちょっともう一回書いておこうかな。草冠はね、こう長くしたらここ次立てます。あんまり出さなくていい、ちょっとだ、まあ、出た方がいいけど、出しすぎに注意で、上こちら側が出て逃げるような感じにしたいですね。で、ここの空間はしっかり取りたい、でここも出したい、で潰れたくないんですけど、この関係性をよく覚える。はい、でその続き、化けるという字です。上からこう下ろしてきますね。でこう中心の位置をこの辺りで確認してください。こうですね、あまり左に寄りすぎても変だし、今度右に行きすぎると今度羽が入らなくなるので、この辺りからこう来て、こうで、この時下の部分をよく見ると、この縦のライン 1,2,3,4 5画目のこのラインよりも下がってこないです。少しだけ開くぐらいかな、あんまり開きすぎても変ですけど。で、形という字ですね。まず中心線ちょっと変えておきましょう。これギュッときて、これのまず2のようなこのね、2つのこの反り具合のね、この違いを見てもらうのと、あと左側辺になってるので、ここ出ないんです。出ないようにしたいから、もう一つこれ難しいのが、ここ下から次上、これいろんな要素が入ってますね。この2つのつながり、1、2っていうこの線と次の1、2っていうこの線、しかもそれが交わってて真ん中より絶対に来ない、出てこないってことです。で、揃えるようにするといいですね。で、逆にこちら側はこういうふうに出っ張る、このラインを作ると綺麗ですね。で、そこから3作りです。こっちから横へ行く方向ですよ。方向よく見て、まずここの打ち込みがしっかりしてて横へ行く、次打ち込みはここはね結構揃ってます。縦のライン揃ってて、今度は真ん中あたり行き先が方向違いますよね。こう来るのと、ちょっと下に来るのと、今度はもっと下に行くの、なんかこれあんまり良くないな。こう来て、もうこのくらいが良かったかな、続けて書かないとなんか変だな。1,2,3 みたいな、なんかそんな感じで、ここの大きさが変わるっていうところを覚えてください。この開き、ここも開きがね、だんだん大きくなってますよね。なんかこれちょっとしょぼって感じだけど、こちらのね手本をよく見てください。なんかちょっとこの開き具合が違いますね。それからです、これをキュッと、ここをねキュッと上げることです。で、こうきますね。そうです、こんな感じで、下ちょっと短めですわね。代わりにここの横の長さが結構しっかりあるうちですので、そこを気をつけましょう。で、小学校今日4年生にしましょうかね。小4です。4難しいですけどね、横長にしましょうね。結構まだまだ縦長で書いてる子たくさんいますけど、なるべく
ここがほら狭いですけど、それいっぱいまで使ってそれに合わせようとしたら、縦のラインっていうのはこのぐらいの長さになるわけですよ。だから縦頑張っちゃうと横がもうそれ以上いけないから、そこ気をつけるところですね。はい、じゃあ今月も頑張りましょう。残り、まあ、まだまだ夏休みありますけどね、宿題も頑張ってください。はい、失礼します。